はい、どうもアノチです、よろしくお願いします。はい、監督モードで日ハムを優勝させたい泣くよウグイス13回目です。はい、すいません。今回は、ロッテ戦涌井です。涌井対吉川、ちょっとこれは面白いカードなんじゃないかなと思うんですよ。うん、よし、やっていきましょう。ちょっと大谷今回バッター入れちゃいますか。大谷対涌井っていうのもちょっと面白いと思うんですよね。うん、3番で、はい、で2番大引き、7番西川か、あんまりだな、まあいいか。うん、これでいきます。あ、そう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 、ちなみにですね、あら、大谷いなくなっちゃった。大谷のね、スライダーとフォークの球威が上がってます、ピッチャーとして。うん、よっしゃ、いくぞ、頑張ります、勝ちますよ。まあ吉川も涌井も一時期ね、ほんと手つけられないぐらいすごかった選手だし、うん、まあなんか若干吉川のは偶然じゃないのかなってのもあるけど、まあ互いにね、吉川は MVP 取ってるし、涌井何取ってる、なんかいろいろ取ってそうだよね。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズの17回戦です。お、防御率ファイターズも良かったね。よろしくどうぞ。しゃあ、勝ち運持ってっかんね、お任せします、頑張って。打ちました。これはセンターに抜けました。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー、盗塁ゼロ。バッターは盗塁ゼロ、超意外なんだけど。やめて、見ていけとかやらないで。フォアボールなるんだから。送りバントかよ、ここで。取りました。一塁送球。よし、とりあえずワンアウトね。ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウト三塁。豪快なスイング打ちました。タッチアップ、サードランナー、サード切る。ツーアウト。サードランナー、ホームイン。点取ってやる、すぐ取ってやる。リプレイでご覧いただきましょう。浅いセンターへ。おっしゃ。いろいろ持ってんな、良くも悪くも。どんな点でしょうか。いや、もうとにかくね、あのバッターは打ちました。これはどうか。うまい。打ちました。見えない。ああ、ファウルか。切れていきます。ファウル。アウトコース打ちました。いっとけよ、うちのエース打つぞ。打てません。やばい、涌井すごいぞ。大丈夫、負けてねえよ。打ちました。よし、アウト、ワンアウトです。 OK。中間に大きな打球、この当たりはどうか、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁到達。これで3、頼むぜ。うわ、渋すぎる。9番角中、かっこいい、引っ張った、かっこいい。一塁アウトで3アウトチェンジです。いっとっけ、一発ドカンと打ってやるよ。これはどうか、三塁線落ちてフェア。ナイマッチ、高めのボール、ナイマッチ、センターへ抜ける。ファイターズチャンスになります。ノーアウト、見逃し。うまい、ナイピッチ。先ほど見とけよ、アベレージヒッターの実力を。変化球打った、あっ、最悪、走れ。
走れ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 、よし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 、あーバット追うのか、盗塁させてもなって感じだな。やべえ、枠井すげえ、枠井すげえ。いや吉川も悪くないよ。ここでフォアボールを与えました。ゲッツシフト。しゃあ。さあそして。オッケー。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。先頭打者出てほしいな。一塁そのまま入って打っちゃって、変化球空振り、打っちゃって、しゃあないわ、ちこれはどうか、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。 OK、 バッターランナーは二塁到達、これで4試合連続安打。さあ見せましょうか。打てねえ、打てねえ、4回の打ちました、詰まりながらも左中間へ、よしレフトが取りました、よし打ちました、取ってツーアウトです。いやー、なんとか勝ちだ。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。お願いします。2球目打ちました、厳しい、今江が抑えています、ワンアウト、インサイドセンターへ打球伸びる、やばいな、センターフライ、センターが取りました、いや今日こんだけね枠井も悪い能力いっぱい持ってればいつまでも続くと思えないんだよね。しゃあ、いやあ、伸びていく、どうだ、入りました、入りました、カーブが真ん中に行ってしまいましたね。見ていけだろ、どうせ分かってんだって、ほらファイターズこの回追加点を許しています。それでも打たれる、オッケー、うまい、3球目打ちました、この当たりはどうか、やっべ、これが今日の初ヒット、頼む抑えてくれ、よし、三振です、おっしゃ出ろ、お、ナイバッチ、よくやった、いや完璧に取れました、見事、よし出ろ、変化球、くしょ、出てくれ、カーブすくい上げた、セカンドが落下点に入ります、井口が掴んでツーアウト、頼む頼む、引っ張った、取りました、一塁送球、いやーちょっとなー、たった1点差だけど、それはすっごく遠く感じる、ハイライトをご覧いただきましょう、すげえなんか枠打てねえ、東京ドーム、おげ、変化球で空振りを取ります、おげ、よし、もう1イニング行こうか、一塁アウトで3アウトチェンジです、配球表をご覧いただいています、今日はストレート変化、頼むぞ出てくれ、追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックス、 MP いっぱいあるな、コンパクト使おうか、うわー真っ向勝負だ、引っ張った、高い打球、落とさねえかな、上がりすぎました、レフト掴んでワンアウト、頼む出て、なんとかしてくれ大谷、3球目打ちました、これはどうか、くっ
そライト掴んで、いやセカンドが構えます。井口が掴んで3アウトです。すごいな涌井、いや負けねえよ。これから7回、よし打ちました。ショートが落下点に入ります。大引き抑えてワンアウト、外れて、いやーいただきない。さあここでマリーンズダイソーバッターボックス角中、盗塁っしょ、牽制一塁はセーフ、打ちました、ヒットになった、まずい、変えられる、クソ足速い、三塁へ、よかった、ランナーは二塁まで進みました。ここはうまく打たれてしまいました。これでランナー取られない、取られたらもうアウトだ。吉川お疲れ、絶対取られんねえよ、頼むぞ、うわホームに送球、サードランナーホームイン、厳しいコースだったんですがタイムリー。さあこのリードの場面でここでマリーンズ代打を送ります。バッターボックスには代打の中間守備、うん大丈夫です、頼む、バコン、よし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 、オッケー、よし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 、頼む、ここが勝負で使ってくるな、牽引してえな、いやもうここは9位でガンっていこう、ガンって、ここで声をかけました。さあ注目しましょう、絶対ここが勝負使ってくるでしょ、分かってるよ、ガンっていけ、左中間へ持っていった、大きいぞ、伸びていく伸びていく、あと少し届かない、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで、チクシオチクシオ、まだまだピンチは、バッターボックスは4番、切ってくれ頼む、切ってくれ、フォアボールのランナーを出しました、やべえ、これで2アウト満塁。さあクルーズ出し早いの、5番、いやちょもったいないけど使うわ MP、 ここあっと終わった、3アウト、この回の攻撃はここまで、しかしこの回2点か、たった2点しか取られてないか、もっと取られたぐらいの気分だったけど、マリーンズに先制、鍵屋勝ち運持ってっから覚えさせたから、ここは鍵屋の勝ち運を使って呼び込みましょう勝ちを、ちょっと MP 保存温存しますよ、貯めますよ、いやもちろんですね、もう1点でも早く返して、いや俺最近動画2連勝だからさ、勝ちたいんだよこのまま、 OK、 いやダイソー出さないわ、西川、でも今日西川は文句言えないけどさ、もうここは、うん、代打出しましょう、いやこれ佐渡健ね、まだこのタイミングじゃないわ、これ来たでしょ、よし、ボールを拾って、頼むぞ、打った、うわ一塁アウト、これでチクショー、涌井めっちゃエースじゃんか、うん市川、頼むぞ、勝ち運持ってくから、ビシッと3人で切ってリズム作ろう、いきなり俺の作戦が、これが今日の初ヒット、うわバント臭いな、いや
ゲッツーシフトだ。うん。バントしました。一塁。サードが取る。よし。アウト。際どいタイミングでしたが、一塁アウトです。押されるよ。サード、うまくさばいて。うまい。よし。一塁アウト。ランナーは変わらず。頼む。うわ、ごめんね。当たってしまいました。ストレート打った。ファースト取った。よし。まあ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 、なんとか。これで勝ちを。おっと、いや、ピッチャー変わってくれたのね、ありがたいね。大谷がダメなピッチャーとかじゃなくて、涌井と合わなかった、あまりにも。あ、そうそうそう、クロッタ抑え二重までになりました。麻酔。よし、タク出てくれ。今。頼む、出てくれ。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。打順は頼む、陽大館。なんかして、なんかしてくれ。うわ、くっそ。おびき、頼む。頼む、頼む、頼む。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。どっちにしても、すごいピッチャーっすね。ファイターズ、ここで。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁。バウンドあるな、あるな。引くか。ねえ。打ちました、流しました。まあラッキーでしたね、これは。これは平凡なレフトフライ。レフトが取りました。ワンアウトです。ワンアウトランナー1塁となりました。ゲッツーシフトでしょ。セカンド送球、二塁アウト。オッケー。一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げない。しゃ。最終回、日本ハムファイターズと。まず塁に出ること、そこから始めましょう、大谷さん。お、絶不調だぞ相手。しかもピンチに弱いってなってたから、まず。ランナー埋めよう、貯めよう。今ブルペンに電話しています。何も使わないよ、 MP 使わない、任せるから。大谷のセンスに任せる。見逃して三振になります。素晴らしいセンスだ。ランナーアウトです。あ任せるにしちゃったよ。打ちました。任せるにしちゃったよ。指示出すとこでしょ。いやもう終わらせないで、プラス使わなかった。終わらせないで、とりあえず終わらせないで。アウトコース打ちました。負けた。試合終了になりました。いや後半戦の動画全部勝ちたかったのには。いやまあそううまくいかないか。ヒット4本、涌井すげえな本当に。え、ロッテ今何位なの ?3 位ぐらい。何13勝5敗ってすごいね、涌井。うわ、ロッテ3位か。あ、けどまあこのままいけば、クライマックス、まあ、ソフトバンク1位はもう間違いないでしょう。2位の日ハムも、まあ、多分いけると思うんだよね。3位にオリックスかロッテ、どっちかでしょ。オリックス、いや、選手的にはロッテの方が劣ると思うんだよね、戦力的には。ただ俺オリックスに勝ってるんだよね、ロッテに負けてるけど。どっちだろう、どっちでもいいか、うん。いやー負けた、久々負けた。
いやてかね、最近すっげー調子悪いさ、西山黒星ばっかな。はい、で、あとは楽天と西武ですね。まあ、どっち先か分かんないですけど、うん、どっちか適当に取ろうと思います。はい、これならここら辺取っても大した消化試合にもならないんじゃないかな。なりそうかな、なるかな。とりあえず、9月で西武楽天のどっちか取ろうと思います。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。